どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのは愛知県名古屋市中区にありますこちらのカレークミンさんでございます。夫婦仲睦まじく営業していてほっこりするようなカレー屋さんでございますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回紹介しますカレークミンさんというのは大須商店街から徒歩圏内にあります家庭的なカレーが味わえるお店です。ご覧の通りの営業時間と定休日となっています。そしてこちらのお店のメニュー表はご覧の通りとなっています。具材がたっぷりで種類が豊富なカレーメニューなんですけれども、今回はその中でもがっつり系の方におすすめのこちらチャーシューカレーを注文しました。サイズは S から 2L サイズの展開となっていて L サイズを注文し、さらにはトッピングとしては目玉焼きを注文しました。一体どんなカレーが出てくるのか非常に楽しみです。さて注文したチャーシューカレー目玉焼きトッピングが運ばれてきました。ご覧の通りこちらのカレーにはチャーシューが5枚トッピングされていて、中央には目玉焼きがドーンと乗せられています。それではまずこちらのカレーのルーからいただいていきましょう。一口こちらのルーをいただきますと、とても優しい味がします。こちらのカレーのルーというのは野菜ですとか調味料にこだわっていて、3日間じっくりと煮込まれたカレーのルーのようです。このカレーのルーと合わせて白いご飯も一緒にいただきましたけれども、これは美味しいカレーです。他のお店では味わえない唯一無二のカレーといっても過言ではありません。そして少しスパイスも効いていて、一口カレーをいただきますとピリッとする辛さも印象的でした。続いてトッピングされているチャーシューもいただきましたけれども、なかなかのパンチ力です。肉肉しい味わいとともに、やはりがっつり系の方におすすめのカレーでございます。そして中央に乗せられたこちらの目玉焼きも一口食べていきましょう。すると目玉焼きの黄身の部分がとても甘くて、このカレーといい感じに調和していて、バランスの取れたカレーへと生まれ変わります。今回紹介しているこちらのカレークミンさんというのは家庭的なカレーを味わえて地元の方には特に人気のカレー屋さんです。カレーの種類も多く、トッピングの種類も多いので、自分好みに合ったカレーをカスタマイズできるのも人気の理由の一つです。お店の情報を概要欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!